プテリンはピラジン管とピリミジン管から構成される有機化合物である。ピリミジン管上にカルボニル酸素と網の素を持ち、下記に示す通りいくつかの互い変異生態がある。プテリンは複素肝式化合物のうちプテリ人類に属する。プテリンは蝶の羽の色素から初めて発見された。生物界で広く色に関する役割を担っている物質で、 酵素の触媒における保因子としての機能も知られている。溶酸やその誘導体は4網の暗息酵酸とプテリンが結合した構造のプテロイン酸にグルタミン酸が縮合した構造を持ち、それらは生物内で多種類の炭素間、農機の受け渡しに関わる重要な化合物群である。溶酸が関与する生合成としては S アデノシルメチオニンサイクルでのホモシステインの メチル化やトレナに結合して翻訳を開始させる N ホルミルメチオニンを得るためのホルミル化が挙げられる。プテリンのプロトン互い変異生体のうちのいくつかを示す。プテリンの生合成はグアノシン酸リン酸から出発する。GTP をプテリンに変える GTP シクロヒドロラーゼ I は原核生物、真核生物の双方に見出される。天然には 機能に応じて異なる構造のプテリン誘導体が存在する。テトラヒドロビオプテリンは、脊椎動物に存在する非方号型プテリンで、方向間のヒドロキシカや1、酸化窒素合成反応の保因子である。モリブドプテリンは、モリブデンと結合して、酸化還元酵素の反応部位となり、ヒドロキシカや硝酸イオンの還元に関わる。サイナプターンは、 プテリンの配当体の一種で、シアノバクテリアに含まれている。d h w o c h g a a フライデラー W パークは s バイチミカイバイフィシカアクタ1999,1410,61から70、ドイ、10.1016、S0005 から2億7280万175から3。ありがとうございます。